女優、土屋太鳳ジェネレーションの片寄涼太、28、が1日、それぞれのインスタグラムを更新、結婚することを連名で発表した。土屋は第1子を妊娠中という、二人は、2023年を迎えた本日、応援し支えてくださっている皆様、見守りつつ貴重なご指導をくださる方々へ、幸せをもたらす初日の出とともに心からの感謝を込めて、ご報告させていただきます。私たち、片寄涼太、土屋太鳳は結婚いたします。と報告した。様々な節目における誠実な相談相手として、また刺激的な表現者として、私たちは尊敬し助け合いながら、出会ってからの月日を乗り越えてまいりました。と伝え、その絆を未来へとつなげるべく、先輩方にアドバイスをいただきながら、結婚に向けての準備を進めておりましたところ、そのステップの中で昨年末、私たちと一緒に歩もうとする新しい生命が芽生えていることに気づきました、と子宝を授かったと報告。この奇跡を大切に育みながら共に切磋琢磨し、新しい時代の夜明けを願って、より一層愛情深く邁進してまいりたいと思います。どうか温かく見守っていただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。とした、二人は2017年公開の映画、兄に愛されすぎて困ってます。で共演していた。